こんばんは。13日の新月、これをちょっと撮ろうと思って、やっと仕事が終わったんでベランダに出てきました。お月様見えません。まあ当然見えないんですよね。星見えますか？私からはちょびっと見えるんですが、見えませんかね。新月の夜に願い事を2つしましょうなんてお話を聞いたことがあります。今日は、いろんなことがあって何を話そうかと思って絞れなかったんですね。なので今ここにを話しましょう。もうすでに朝になりそうな勢いな時間なんですが、とりあえず新月って真っ暗ですね。ちょっと手ぐらい出そうかな。あれ、手さえも見えない。あった、見えます？私の手。都会は明るいんです。照準合うかな。すいません、ぼやけてますね。空を撮ります。はい、一応ね、お星様ちょっとちらっと見えるかな。失礼しました。はい、今ここに心を置く、自分の考え思考を置く、このことがね難しいんですね。ほとんどの方ができてないと思います。なぜできてないということが言えるかというと、今ここに自分の意識を思考を合わせると全てがピタッとあって何でもうまくいくんですね。お金の問題も解消します。縁の問題も解消します。縁って丸じゃないですよ。ご縁ですよ。恋愛とかね、結婚とかね、こういったね、人間関係とかね、こういうことですよ。自分との出会いとかね、仕事とかね、自分の身の回りに起こる全てのことに扉が開かれながら生きていく、この感覚が今ここに意識を合わせるということです。ではじゃあ未来のことを考えてはいけない、過去のことを考えてはいけない、過去にずれると、後ろから突き飛ばされるような、落とされるような、ぶつかるような出来事が起こります。未来に心が移動すると、前からドーンと突き落とされる、落とされるんじゃないですね。ぶつかってくるようなね、そういった出来事が起こります。街中でね、ポンと肩ぶつけられたりとかするのは、これ自分がね、未来にね、意識がいってるんですよ。だからもうちょっと後ろに下がりなさいっていう意味でぶつかってくるような出来事が起こるんです。だからなんだお前なんて言っちゃいけないんですよ、これ。ああ自分が未来に心がいっちゃってるんだな、不安なんだなと思って、相手にありがとうございますっていうぐらいのね、気持ちを持ってください。ではもうちょっと詳しく解説していきます。ごめんなさいね、朝方なんでなんとなく声が怪しいです。過去に心がある場合どうなるのか。過去に心があるというのは、過去のいろんなことを覚えていて、そのことに心がとらわれているということです。あなたの心が不満でいっぱいであったりね、過去にとらわれ、今が嫌で悲しい心でいっぱいであったり、怒りでいっぱいだったり、こういう状態を指します。これで未来に何かがいいことがやってくるわけがないんですよ。今心の中を空にしないと未来には何も開かれないんです。心がいっぱいということは、これ以上入らないってことなんですよ。何も入らないから何も来ないんですよ。恐ろしいことですよ。未来にたくさん楽しいことが待っています。まず過去にとらわれることから解放されてください。では未来に心があるとはどういうことか。お金のこととか、人のこととか、健康のこと、愛情のこと、いろんなことを不安に思って起きてもいないことをグダグダごめんなさい、何度も言いました。思う人がいます。この人たちのことを指しています。あと夢を見るね、夢を語る、夢ばかり見ている。夢って未来なんですよ、過去じゃないですよね。過去を夢見るって存在しないですよね、皆さんね。まあ、過去の出来事を寝ている間に夢に見るってことはあるかもしれませんが、今現在言っている夢とはこういうことではありません。未来に自分がなりたいと思う、こうありたいと思うことを夢と指しています。この未来に心が動くっていうのはね、これもよろしくないんですね。
現在起きてもいないことに時間を費やすと現在がおろそかになるんですよ。だから不安になったり恐怖ですね、恐怖が襲ってきます。私もちょっと2日ほど前に体験したんで人のこと言えませんでもね、ちゃんとその答えは次の日もらいました。未来に心が移動することによって現在がおろそかになるというお話をしました。現在というのは今この瞬間、私の場合は動画を撮っていて、この動画を見る皆さんに対してどんなことをお伝えすればいいのかを考えることです。ここで明日の朝ごはんどうしようかなとか、お昼どうするのかなとか、今日は仕事場から自宅に移動するんですが、それって何時にしようかななんて考えちゃったらアウトです。これは未来のこと。今この瞬間、今ここにという心を合わせましょうというお話をどのように展開して皆さんにお伝えしようか、このことに集中することが今私のすべきことです。だからあなたが考えること、例えばね、彼氏とこうなりたいとか彼女とこうなりたいってね、一瞬思うのはいいんですよ。ちょっとね、甘い蜜をね考えてちょろっとね横にそれるのは全然問題がないんですよ。でもね、このことにどっぷり使ってはダメです。どうしよう、彼に会いたいなって、彼女に会いたいなって、もっともっと一緒にいたいなとか、何してんのかな今彼ねとか、彼女はどうしてんのかななんて考えちゃったらアウトです。これは未来に心がいる、今ここにはいない、または自分ではなく他人の領域に足を踏み入れた。自分じゃないですよね、彼氏も彼女も。だからもちろん仕事もそうです。他人の仕事に口を出してはいけない、気持ちも入れてはいけない。自分の技術に邁進してください。技術を高めること、これが今すべきことです。で、順番があるんですよ、今ここにって。例えば今自分がすることっていうのは、まず全部いっぺんには手に入らないんですよ。例えば健康とか愛情とかお金とか同時には手に入らないんですよ。一つずつなんですね。で、お金もいきなりお金は手に入らないんですよ。まず自分の根職に出会うための技術が必要なんです。最初に技術が来ます。この時はお金どんどん出ますよ。技術を得ようとした時に必要なお金は出ます。でもこの出るというのが出力社会の王の時代のシステムの一つですよね、ルールですよね。だから出るということは良いことです。出た後には戻ります。戻った後にまたさらに、はい、出ていきますよね。呼吸をするように出たり吐いたりを繰り返すのが王の時代。しかもそれが短期です、長期ではありません。例えばいきなりね、12億の宝くじが当たって20年かけて使えますなんてことは存在しないんですね。入ったものはパッとなくなります。そして出たものはまた戻ります。この繰り返しの中で必要なもの、必要なこと、出来事すべてが私たちの中に繰り返されていきます。あなたが今すべきことは今ここで何をすべきかなんですよ。だから私この間予定を上げたんです。毎日すべきことたくさんあるんですね。自分の人生何十年かあるように感じますが、360×何十年、その中の一日一日が減っていくんです。毎日減るんです。一日消化していくんですよ。この一日という時間を大切にしてほしいと思います。他人のことで自分の心を使ってはダメ。もったいなすぎますよ、自分の命と自分の人生と自分の何より大切な時間が。他人に支配されてはダメです。自分のことに心は置きましょう。で、ね、この間予定の話をした時に家族の用事が優先されますって話をしました。これは自分の時間を増やすために他人のことはさっさと終わらせましょうという意味です。すいません、ちょっと寒いんで震えてます。ガタ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 。だから他人のこと、家族も他人です。自分じゃないものすべてです。もう本当自分以外は全員他人ですからね。
親族とか家族とかいうことではなく、赤の他人とかいうことではなく、自分とその他です。はい。自分以外は全部他、その他になります。この人たち、この出来事、この世界のすべてに自分の時間を費やすのは本当にもったいないことです。内言語っていう言葉があります。内側の言語。自分の内にある言葉、思考。子供は小さい子供、ごめんなさいね。ちょっと関係があるんで後でまとめますけど、子供は話ができるまでの子供たち、喋り出す前ですね。周りの人たちの言葉をじーっと聞いて理解しようとして、自分の脳の中にたくさんの言葉、シミュレーションを貯めるんですよ。で、ある時、内言語から外言語、いろんなことが分かって、外に溢れ出してくるんです、子供って。だから、喋るのが遅い子、ね、早い子、います。気にしないでください。遅い子は、たくさん頭の中に溜めてます。これと一緒なんですね。自分の中に溜まったものって出るしかないんですよ。だから、他人のことで頭いっぱいにしちゃうと他人のことしか出てこないんですよ。わかります？自分のことたくさん自分の中に溜め込んだ人っていうのは技術として吹き出てくるんですね。これが根性です。だから極めてください。主婦の方でね、私は根性なんですかっていう人がもしいるとしたら、料理でもいいじゃないですか。洗濯でもいいですよ。掃除の仕方でもいいですよね。主婦の方が掃除の仕方を極めて人に教えるって人いますよね。だからどうやったらいかに簡単に家事をねこなすことができるのか、終わらせることができるのか、隅々まで掃除するにはどういう工夫をしたら簡単に掃除ができるのか。家具はね、家具スベールつけるといいですよ。家具スベール、重たいもの一人でひょろっと動かせますから。畳の上だろうが絨毯の上だろうがひょろっと動きます。するとね、タンスの裏でもどこでも掃除ができるんですよ。そしたら、まあそうなっちゃったね、これ重要ですよね。主婦の方でその隅々まで掃除ができたら、しかも簡単にひょろっとタンスどかしてひょろっと掃除ができたら、まあ、そこらの主婦よりね、数段上ですよね、気分は。気分ですよ、気分。比較しちゃダメですよ。自分、なんか、すごって思いません？これ大事なんですよ。極めるっていうのはね、いかに技術を高めて短時間で行うことができるのか。ね、短い時間でね、自分の技術を消化させることができるのかっていうことに特化することが大事なんです。本職に向かっていきます。例えば今うち、メルカリじゃない、写真をね、集中的に撮る子たちがいるんですよ。で、写真を撮ることによって、何度も繰り返し撮ることによって、ネットショップの写真を撮るんですけど、どんどん精度が上がるんですね。何にも考えずにただ撮ったんだと、写真の精度って上がらないんですよ。工夫をしてね。で、しかもその写真もちんたらちんたらやってたら全然技術が上がらないんですよ。どん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 、ちょっと変だなって、もっとこうしようかな、ああしようかなって思いながら、次々違うことを繰り返すことによって劇的に上がっていくんですね。で、数字にある意味があります。100回繰り返すとプロになると、1万回繰り返すと超一流になると、そんな言葉を聞いたことがあります。100と1万の間ってすごいですよ。100倍とか思っちゃいます？ 100,000万。違いますよ。9900回違うんですよ。9900違うんですよ。100と9900違うってことは、100倍じゃないですよね。そういう感覚ではありません。数で足し算です、この場合は。だから、今ここに、心を置くっていうのは、今ここで技術を磨き、自分のできることをいかに短時間でより効率よく実行することができるのか、
そしてしかも正確に、さらにその正確さが人から見て素晴らしいと思える領域に達することができるのか、ここのところを研究してほしいと思います。今ここに心を置く、これは究極的には自分の技を磨くことなのだということを知ってほしいと思います。新月のメッセージは、皆さんの今職への近道、自分の技を磨き、短時間でより正確に高度なことを目指す。ちょっと難しかったですか？このためには未来に心があったらダメですよね。他人のことを考えしたらダメですよね。今ここでやろうとすることに違うことを考えしたらダメですよね。過去のことを考えててもダメですよね。今目の前で起きてること、これがどう展開していくのかを見据えて次の一手を打つことですよね。いかに簡単にするのか、いかに単純にするのか、ここを極めてください。もうこのね、動画を見てくださってる方たちからしたら、本当にいろんな種類の、今ここにがあるので、こんなね抽象的な言い方しかできなくてすいません。まあ、いろんなことを今回は提案していきたいと思います。じゃあまたねー。